えー、こんにちは青井水星です今日はですね、まああのまあ、ロレックスとかですね、まあ、時計の話ではあるんですけど、まあ、あの私自身がですね今30後半で、まあ、ロレックスに興味を持ったのがもう本当に最近です。で時計自体は、えーまあ、少しいいの買おうと思ったのが、えー、もう本当に2、3年前ですかね。 っていう形でただ、ああ仕事を始まって会社に入るのが23歳から、まあ、大学卒業して会社に入るんですけども、まあ、そこからですね、まあ、時計はまずしたいなと思ってたので、まあ、あの頃やっぱり僕自身今、ね、あの使ってるのがよくあの使ってる服,が服とかのブランドがです、ね、ポール・スミスだったので あのポール・スミスのですね、時計を、まあ、毎年1個ぐらいですかね、えー、買ってて、まあ、それをずっと30週半ぐらいまで、あのー、使ってきたんですね。ただ、あのーまあ、ちょっと海外定金を経てですね、まあ、帰国後、帰国前、帰国中は海外にいる頃ですかね、にちょっと、まあ、少し高い時計が欲しいなってちょっと興味が湧いてきてですね、 えーまあ、そこからあの時計を買い始めあのちょっといい時計を買おうかなというのになりました。でまあ あのもし今ですね、まあ、若い方、まあ、でも30代とかでも、20代とか30代でもいいと思うんですけど、まあ、この動画見てて、時、ま、計、あ、を購入されしたいなと思っている方でいくとですね、まあ、個人的に言うと、やっぱり早い段階で、まあ、ロレックスとかに興味を持つというかですね、ロレックスを買うことを検討した方が個人的にはいいなというふうに思っています、まああの。そういう意味で、僕自身が失敗したということではないと思うんですけども、まああの 僕自身がロレックスに対する、まあ、偏見というか認識の違いみたいなのがあったので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、ちょっとそこについてお話しさせていただきたいなと思います。で僕は30中盤、序盤の時にですね、まあ、初めて買った、まあ、他の動画でも紹介しているんですけども、初めて買ったのがこのですね、えー、と、オメガのですね、えー、スピードアローですかね、スピードマスターの、ごめんなさい、スピードマスターですね、というのを 時時計になるんんでですすけども、まあ、これが当時多分35 6万ぐらいだっったんですかねでやっぱり新品のが時計が欲しいと。でまあ、新品だって、まあ、自分が持ってる、まあ、最大出せるお金手持ちで考えた時に、まあ、出せるのは多分オメガだろうということで、まあ、他の先輩とか会社の先輩とかでもつけてるし、えー、オメガだったら買えるかなということで購入をしたんですけども。 はい、この頃まだですね、僕自身あの、ロレックスに対する興味全くなくてですね、もう単純にあのロレックス高いというふうに勝手に思い込んでいたと。100万ぐらいするし、であとの中古の時計はまずつけたくないなみたいな、なんかその勝手な妄想だったんですよね。えー、で、100万とかに、ね、このオメガを買いに行った時も、100万とか150万とかで、 で古いなんか時計でもう50万とか60万みたいな時計さんで置いてあったのでなんかやっぱりそれだったらオメガとかの新品買った方がいいなっていう当時発想だったんですねでその後まだやっぱりおあのロレックスは高いというイメージででもなんかオメガ以外に他の人が持ってないなんか時計のブランドないかなと自分が買えそうな、まあ、範囲で買えないのがないかなっていうことで、まあ、2, 3 2年前になるんですかね こちらのですね、えー、チューダーの、えー、ブラックベイというシリーズを購入しました。で、こちらもですね、<laughs> 買った当時もまだロレックス、全く興味というか関心がなくて、まず高いから自分には買えないと勝手に思っていたという感じの時ですね。で、私自身がですね、まあ、あのー ロレックスに興味を持ったのがですね、まあ、この動画で、まあ、もうまだ、うん、数週間しか経ってないんですけども、まあ、もうこれすでにちょっとベルトを変えてますが、まあ、父親がですね、45年前に海外で購入したですね、このデートジャストというロレックスを父親からもらったんですね。でそこから、まあ、そもそもロレックスってどういうものなのかっていうのを自分で調べ始めてですね、 えー、その時に価格とか、まあ、種類も含めて、まあ、どうなのかっていうのをあの知り始めてからですねあのやっぱりロレックスって欲しいなとおいうふうなあ今状況になっておりますでロレックス自体ですね中古でも安い,いものもありますし、えー 古くなくてですね、新しいモデルでも中古でもいい値段で、ね、買えるものもあるっていうことが知れてですね、まあ、そういう意味でいくと、まあ、オメガとか別にチュ,ーチュードルとか,悪,か悪くなかったんですが、まあ、せっかくだったらこれで、例えばまあオメガでこれで40万弱、えーで、チューダーでもこれでも35万とかですね、まあ、40万かからないぐらいの値段で買ったので、まあ、この価格で買うんだったら、まあ、なんですかね、えっ、ー、と、 それ相応の、えー、ロレックスも買えたかなという,ふうに今は思ってます。でその後ですね、まあ、あの直近で購入したのが、えー、こちらですね、ロレックスのエアキング1万4000という形になるんですけども、まあ、こういう形でこれも、これが40万ちょっとぐらいしたんだと思うんですけど、あのねえっと、ロレックスが別に一番いい、ね、自分の中でいいっていうほどではないんですが、うん うんともしなんかそういうロレックスが勝手に高いという風なイメージで諦めてる人がいるんだったら、まあ、僕はですね、あのー、早いことちょっと調べてみて興味関心を持って購入した方がいいんじゃないかと勝手に諦めて、まあ、僕みたいにですね30後半ぐらいまで,で、まあ、ロレックスは自分じゃ買えないと思ってる人はですねぜひ、まああのー、最初にですね時計屋行ったりとかインターネットで調べてみるあとはあのー まあメルカリとかであんまり買うっていうのは、あんまりね、あの、本物か偽物かよくわからないので、難しいところではあるんですけども、こういうふうにですね、この、ロレックスとはいえ、安い金額で買えるモデルもあるということなので、まあ、ぜひですね、あの、なんかロレックス欲しいな、じゃなくて、まあ、時計なんか欲しいなって思ってる方で、えーまあ、ロレックスはちょっと高いから、まあ、オメガかチューダにしようかなって、 まあねまあ、でも単純にあの別にロレックス嫌いでオメガとかチューダーが好きだからそれを買うっていうんだったら僕はいいと思うんですけどもなんとなくそのロレックス高いから諦めてるっていう方にはですねまずはあのそこで諦めるんじゃなくて買えるものもあるんだよってことをぜひですね、えー、してほしいなということで今回動画にしてみましたはい、まあ、あの <laughs> まあ結論から言うとですねうーんと 僕自身食わず嫌いでロメ、ロレックスはまず自分にはテレが届かない、自分では買えないと思っていたというのがまずあったので、えー、ちょっと妥協して、えー、自分の中でオメガとかチュードル、チューダーを購入したという形だったんだけども、まあ、結果的に言うと調べてみたらですね、まあ、このオメガとかこのチューダー、これは新品なんですけどね。で、えーまあ、中古でこの、えー ロレックスの、えー、とエアキングを購入したんですけども、ほぼほぼそんなにも数万円の差、まあ、に新品かどうかっていうのは違いはあるんですけども、でもほぼほぼこれも新品ぐらいな形で買ってるので、まあ、それだったら、まあ、あの諦めずに、うん、ロレックス買えるんじゃないかなっていうことが僕は思うので、まあ、ぜひですね、今時計を 新しく、新しく時計買いたいなという方で、初めてちょっと高級時計を買いたいけど何に悩んでるのかなみたいな人はですね、ぜひちょっと一度ですね、諦めずにあのロレックスみたいなのもですね、検討対象に入れてみてはどうかなというふうに思います。はい。ということで、えー、まあ、ちょっと取り留めのない話になってしまったんですけども、まあ、本日の動画は以上となります。ぜひですね、あの、ロレックスもですね、えー、まあ、私みたいに、あの、勝手に諦めないで、 早い段階で、えー、購入検討されるとですね、いいんじゃないかなというふうに思います。はい、以上です。ありがとうございました。